お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はですね、なんと原宿に来てます。あっちめっちゃ暑い。今日原宿に来たのはですね、原宿に回転寿司みたいな回転スイーツ食べ放題のお店ができたらしいんですよ。で、私今日そちらのレセプションにお呼ばれすることになりまして、さてどんなねスイーツが出てくるのか楽しみですね。見てね。なんか回転寿司みたいにお皿詰めるらしいんで、ちょっと何皿いけるかやってみたいと思います。行こう行こう。今日一緒にあごちゃんが来てくれてます。お腹空いてる？めちゃくちゃ空いてる。本当？ペコペコ。よかった。ここだよ。お店の中入らせていただきました。めちゃめちゃ可愛い。もう女の子のテンションが上がるなっていうような内装なんですけど、ドリンク見て、これ、こっから選べる。はい、でここからまず好きなのを1本取って席に行って食べ放題が開始だそうです。あごちゃん何飲む？これ。あごちゃん、じゃあこれオレンジジュース。じゃあ私あったかいのにしようかな。これにしよう。カシスオレンジティー。じゃあ行こう行こう。席行こう。席に着きました。すごい、ほんと回転寿司みたいだね。ね、カトラリーがめちゃ可愛いんだけど、ピントが合いませんな。じゃあ金のカトラリーめっちゃ可愛い。なんかチョコ、なんか全部小物が全部可愛いんだね。さて、じゃあ今から40分スタートでいきますか。せーの、いただきます。ピッ。え、何からいこう。迷うわ。ちょっとでも可愛いの取っていい？これ、じゃーん、1個目これにしました。いちごのベリーロールケーキ的な。食べ放題なのにこの可愛さ。なんかロンロンって猫の鳴き声なんだっけ、なんだって。猫の足の跡になってる。めっちゃ可愛い。猫の足跡ついてるよ。細かい。どんどん食べていきますか。あごちゃん何にするの？1個目。いいよいいよ。多分プリン。プリン、はい、食べよう食べよう。あ、ウェハースだね、猫。これはこういけそうな気がする。うん、甘酸っぱい。完食。ちょっとじゃあ私この辺に重ねていくね。うん、あ、早いね。1個はねって。あ、私また猫っぽいやつにしよう。猫攻め。スライダーのような。これスイーツじゃないよね。焼きそばパン。そうでね、軽食もあるんだよね、多分何個か。すっごい、ほんとちっちゃい焼きそばパン。よく考えたよね、こう焼きそばパンをこれにしようって。かわいい。かわいい。多分デコレーションしたワッフル。マカロン。マカロンカップケーキ。わ、すごい、これめちゃめちゃピンク。ほれほれ、すごいピンクの生地。うん、なんかでも私思ったんだけど、普通のスイーツビュッフェより物取りに行かない分ずっと食べてる感じになるんだよね、きっと。
はい、ちょっと今度これパンケーキとあポップコーンもあるよ、うん、いいしょっぱいお菓子もあるポップコーンかわいいあごちゃん何それこれなんだろうマンゴーっぽいあーだねマンゴータルトっぽい、うんこれ美味しい。なんかパンケーキがちょっと塩気が効いとる気がする。うん、美味しい。しょっぱいの食べながら食べようって人にめっちゃちょうどいい。なんかお腹にたまらないしょっぱいもの。分かってるって感じ。なんかバランスが甘すぎないし、しょっぱいのはちょいちょい挟めるし、すごい分かってるって感じ。マンゴープリン普通の子も10皿ぐらいは全然重ねれるんじゃない食べれると思う、ね、私もなんかちょっとヨーグルトっぽいマンゴー、ちっちゃー私がいつも大きいの持ってるからひときわ小さく見えそうだけどちっちゃやばいこれもねだって他のも食べたいけどねあのお団子割とお腹にたまるんだもんねきっとじゃーんこんなちっちゃいお団子初めて見たいちゃんと多分違う味だったと思うけど全部いっぺんに食べちゃったあゼリー系もあるんだゼリー2種類あすごいこれ爽やかちっちゃい、うん、肉まんもちっちゃい、ね、小籠包みたいじゃない、うんいちご？なんかベリー系なんかおかずがね、ちょこちょことこれ多分キノコのキッシュとこっちがお野菜のキッシュですうん、あったかい焼きたてうん、あ、おいしいキッシュ美味しい、あったかい今出来たてうん、多分回転寿司よりも、なんなら一皿のボリュームが少ないからどんだけ食べるんだろうって思っちゃうさっきあごちゃんが持っとったやつと同じやつだけど、ちょっとこれはデカ盛り仕様になってる私がおるけんかな、そんなことないどんどん大きくなってくるからこれでお腹いっぱいにしろみたいな。じゃあ、でこれはいいとこちでいけそう。うん。焼きそばパンだね。あ、これ食べてないわ。プリン。あ、これはプリンか。軽い感じ。うん。抹茶のプリン、ムースかな抹茶。あんこ入ってる、小豆が入ってる。結構ちゃんと苦い。美味しいこれ。これ食べてないかな。これも乗ってる猫が。高い。私の全然あったかくない。ほら、寒い。あちちちち、おほら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 、湯気取れたよ。湯気から湯気が。すごいし、なん
がちょうど多分食べ物と、うん、多分顔がかぶってるんだよ、うん、どうそうなのそうなのこれ中身が飛び出る恐れがございますのでスプーンでお召し上がりください。あ、でも一回それでこっちにピントが合えばいてもいいよ。うん、いて。これ、えい。あ、え。ん？何？わかんない。もう私一口 かじるね。スプーンでって書いてあるよ。うん。え、何？何卵？うん、じゃない卵だけど甘いカスタードみたいな味がするけどすごく卵卵黄をふんだんに使ったカスタードですみたいな感じ。なんか猫の足が、あ、これアンマンだ。今アンマンの割れ目からの顎。またどうしよう。日焼けてるんだけど、割れ目の顎が。これを、マンケイはさ、出来たて来るの運だけど、出来たてめっちゃ美味しい。けどさ、取る前に触るわけにいかんけんさ、なんかこう、こういう感じ。どっちかなみたいな感じ。うん。わあ、わたあめ。すごいピンクだね。壁の色と一緒だよ。本当だ。あんまり見えないかもしれないけど。ね、ね、アイス来た。え、そう。え、すごくない？え、なんか見た目ラムネみたいな味しそうだよ。クリームチーズみたいな味がする。サンドイッチもある。スパムだ、スパム。うん、うん、スパム美味しい。これ、これアイスかと思ったらポテト？じゃーん、ポテトサラダ。うん、ちょっともりもり取っていこうね。あ、このトライフルみたいの食べてない、まだ。こんなのもあるよ。何あれ、何あれ、取っていい？これでしょ、うん、こぼれ卵パンみたいな。なんて名前つけるんだ。多分味的には卵サンドっぽいよね。あ、え、なんかシフォンケーキ？あー、そういうこと。うん。うん。ふわふわ。結構ボリューミーなクレープも。あります。あのマカロンの間に綿あめが挟んでるやつ見てないね。たぶんレアで、うん、どんどんアゴちゃんがどんだけ食べとるかが全く絵に映らんくなってきたけど、今何個？1、2、3、4、5、6、7、8個目。あと何分？もう終わり？あと1分48秒。邪魔。どれどれ？あ、来た！最後！これで私締める。かわいいこれ。コットンキャンディーマカロン。
これどうやって食べるんだろう。どうやって食べるんだろうこれ。なんか綿あめがすごいギュッてしてる、ギュッとした綿あめだよ。ロンロンさんで40分、回転スイーツ食べ放題は59皿。59皿。でもお腹の感じがまだね、3枚くらい、30% ぐらい、多分。一般女子代表、あごちゃん、どうぞ。何皿いった？じゃん。じゃん。だいたい、まあでもみんなね、私の周りの積まれとる皿はこれぐらいです。なんぼこれ？10。女子は10食べれば、まあいろいろ堪能したなっていう感じ。今ね、食べ終わって、レーン見てるんだけど、見たことないやつまだ流れてるよね。一通り食べたと思うんだけど、まだもうちょっと何種類かあるので、ぜひぜひ皆さんもカフェロンロンさん来てみてください。じゃあごちそうさましようか、せーの、はい、ごちそうさまでした。はい、カフェロンロンさんめっちゃ楽しかったし、めちゃめちゃ可愛かったですね。なんと今回のレセプションでの最高記録59皿を叩きました。あごちゃんは平均的な10皿だったね。どうだった、ゴーちゃん、うん、楽しかった？楽しかったね、楽しいし、あと結構スイーツ一個一個が本当軽めなので、いろんなのが食べれると思います。7月16日からオープンしてるそうなので、はい、ぜひ皆さんも原宿に行くことがあったらカフェロンロンさん行ってみてください。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回は出張ということで食べ放題ロケ行ってきました。他にもロシアに食べてみてほしい食べ放題などなどありましたらコメントお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。